日光市のこちらの酒蔵では船と呼ばれる木製の絞り機の中にもろみを詰めた袋を何層も積み重ねて酒をゆっくりと絞っていきます。4日かけてじっくりと絞り出すことで雑味が少なくて口当たりのいい酒に仕上がります。今年は香りが高くとても飲みやすい日本酒ができたということです。